流脳菊は菊か菊族の多年草。いわゆる野菊の一種。秋遅くに花をつける野菊で茎がひょろりとして頼りないが、とても菊によく似たものである。和名の流脳菊は茎や葉の香りが中国から伝わった流濃という香料に似ていることに由来する。実際には小脳に近い香りで成分としても小脳が多い。関東や近畿では普通種。 日本固有種。日本の福島県、新潟県以南の本州、四国、九州の一部に分布する多年草。地下茎は長く伸びて、まばらに複数の茎を立てて、株立ちになり、小さな群落を作る。産地や丘陵に生える多年草で、低山の森林周辺に多く、特にリム塩部の日向に出る。 自然な地形では崖地に出現する。道路脇の切り通しなどによく出現するが、開けた草原に出るものではなく、河川の土手などで見ることもない。また石灰岩地によく見られるとも。草丈は30から50センチメートルで、茎は細くて、やや立ち上がり、茎の下部は木質化するが、細くて頼りない。まっすぐ立ち上がることは少なく、斜めに伸びるか、斜面から垂れ下がる。 葉は長さ4から8センチメートル、大まかには楕円形、おおよそは3つに浅く裂けて、さらに荒い巨子がある。表面は緑色で毛があって、艶消し、裏面は短い毛が密生して白っぽくなっている。ちなみにこの毛は T 字型になっている。基部には短い傭兵があって、養心から少し流れる柿は10から11月。嫁な矢の根菊などよりは遅い。花は、 茎の先端に単独化、せいぜい2から3個だけつく。計2.5から5センチメートル、外側には白い絶状花が並び、真ん中の環状花は黄色。絶状花は楕円型で嫁7度よりずっと丸みがある。果実は痩せかで、先端が斜め切れ型の頭皮心型で、長さは約1.5ミ、mm、リメートル。縦の量があり、果敢が取れた後に小さな突起がある。 絶上下と筒状花の痩せ花は共に、感毛がなく、まるで目立たない。下記の形容には、エルカンフェン、シエルカンフェンなどの精油0.8%や、葉力素であるクロロフィルなどを含んでいる。精油は肌につけると、つけた部分の血液循環を促進して、筋肉の痛みを和らげる作用がある。最初は、10月頃の開花した形容を、根元から刈り取り、粗く刻んで影干しにする。 影干しした流濃菊を布袋に入れて、浴頭量として、風呂に入れると、精油が軽く、肌を刺激して、血液循環を良くして、体を温めて、肩こり、腰痛、筋肉痛、痛風、内身、便秘、胃弱、低血圧、冷え症などに良いとされる。腰痛、膝痛に、生の栄をすりつぶして、少量の生姜を加えて、 ガーゼに塗って湿布する用法も知られている。菊属には多くの種があり、特に白い絶妙花をつけるものは互いによく似ている。ただし多くは海岸性のもので、また分布域も異なっている。多くは狭い地域の固有種である。この種の種内変異としては、若狭浜ギクバリエーション、若狭園赤トムがある。一回り大きく、福井県から鳥取県の海岸と、 イブキき山などの石灰岩地に分布する。基本変種から染色体数が倍増したものと考えられている。なお、この類は染色体数が倍増する倍数性が明確で 2n イコール18のものから 2n イコール90までが見られる。これは各地で倍数性による変異が生まれ、それがそれぞれに固有種になっていったという権威があると考えられる。その中で 流能菊は白い絶情花をつけるものでは唯一の 2n イコール18の種である。ありがとうございます。